アゴラジオ、10月入ってだいぶ秋めいてまいりました。お相手は私、アゴラ編集長の新田哲司と、宇佐美のりやです。いや、だんだん寒くなってきましたね。まあちょっとまだたまに暑くなる日もありますけど、なんかちょっと服変えづらいですよね。だからなんか寒くなったり暑くなったりするから、ちょっと早くにどっちかはっきりしてほしいなとか思ってると、すげえ台風来るらしいですね、今週末。あのうちは季節の変わり目っていうかあれなんですけど、うち子供が2人ともあのなんかちょっと風邪をひいてしまって、なんかちょっとあの下の子がちょっと感染症かなので、まだ生まれたばっかりなのでちょっと大変なもんなっちゃって、生まれたばっかり1周するまでいろんなのかかりますからね。まだ予防接種もね、まだそんなにやってなかったので、ちょっとなかなかあれなんで、いやちょっとこれからあのする時期なんで、皆さん気をつけていきたいと思います。さて、ちょっと子供の話が出たんですが、あの水さんからツイート来てました。あの出生数があの想定早くね、あの2年だか3年だか早く、予想より早く割れてるということなんですが、2019年の出生数、90万割れが話題、2005年110万、2016年100万、2019年90万と、前回は10年かかった10万人減が今回3年なのが衝撃的。団塊世代3世の効果で緩やかな減少だったのが、3世の繁殖年齢が過ぎて急降下フェーズに入ったのでしょう。両人とも子育て頑張ってくださいねって結論出てるみたいな結論がなんか出てる感じなんですけどあのですか。いやでもいよいよ少子化、人口減少、どんどん本当になんかここから加速しそうな雰囲気ですね、なんかね。あーでもまあ、まあ分かってたことだから、まあしょうがないかなっていう感じですよね。でまあ、別にこれで待機児童問題とかなくなるし、多分まあ普通にこの保育、今の保育のキャパシティが維持されればもうなくなるわけだから、また増えたりするんじゃないですかね。まあ景気がまたあのどこまで落ちるか問題もあるかなと思ってて、あの、ね、一時期やっぱり、まあ、団塊世代がロスジェネの初期の方だと思うんですけど、この人たちがやっぱり子供を作れなかったりの一つは、思いっきりね20代の段階ではもう景気が悪くてどうしようもない状況だったん でそもそも、ね、就職もできなかったりであって、もう、ね、とても恋愛まではともかく、ね、あの 結婚して、子育てなんてっていう余計なそういう時代だったんで。でもなんかあの、男性の障害未婚率 23% って見て、目向きましたけどね。いや、まあ、もう本当に氷河期世代ってきつかったんだなって思いますよね。いや本当そうですね。でまあ女性が 14% かな、いやきついなと思って、これは子供増えるわけないやと思いましたよね。まあまあ、まあ、でも結婚みんなすべきかっていうのは別問題として、ちょっと急激に上がりすぎたっていうか、まあ、結局あれですよね、その時期の日本社会がな何を捨ててな、ね、何を延命しようかしたかっていうね、まあ、そこのそのあれだよね、もうこれからそれはあの長い目で見て、まあ、結局我々も上の世代にそれやったことを背負わされるわけなんですけど、まあちょっと割り切れない思いもねありますが、まあちょっと答えはね、だんだん最近もうちょっとあの本当もうすごい、ね、結構海外に軸足を置いてる人は本当になんか自分の言葉を海外に亡命させるかぐらいに言っていますから、結果的に 6から8000万ぐらいに落ち着くと思いますよ。そんな悲観することはないと思いますけどね。まあ本当にあのちょっとあの、まあ、これからもあれでしょうね、ちょっと就職じゃないの、やっぱり若い人がいないと成り立たない産業ってのは本当にますます人手不足ですよ。これ本当きついですよね、これ。でも結構来ると思いますよ、外から。外国人、ね、それもバランス取れて、まあ、あとまあ技術発展したりで、バランス取れると思いますよ、なんだかんだ言って。そこがね、本当に、まあ、もうコンビニなんかね、都心なんかもうほとんど最近はもう夜の時間帯なんかもうほとんど、もう日本人ほとんど見ないもんね。ですね。だからもう本当に、もうこの10年間でもすごい変わった。まあ、僕10年、港区に住んでますけど、もう本当にもう今、日本人 の人って、オーナーぐらいしかいないもんね、本当。本当になくなった。だからもう、まあ逆にその多文化共生社会とか、まあそういう移民の話とかっていろいろあるけど、まあこれ慣れたらまあそれはそれで、まあちゃんと日本語でお話ができて、ちゃんとコミュニケーションを通じて、ちゃんとあのでサービスが低下しなくて、あのまあやってくれだったら、まあそれはそれで別に全然いいんじゃないのって思う部分もありますけどね。
まあこの辺はちょっとあの少子化の話はまあ本当に地味な話ですが、おいおいまた取り上げていきたいと思います。さて、なんといってもあのもう先週からもうホットな話題がもう関電の問題でございます。あの、ね、野党は行きまいて関電国会とかで行きまいて読むんですが、ただまあ空振りも目立つようです。でご意見来ております。野党や大手マスコミや識者が関電の件を政権のせいとか言ってること自体がこの事件の真因を、本当の原因ですねを闇に封じ込める手助けになると思うのだがと、うん、まああの音喜多君書いてましたけど、あの野党があの皆さんがあの関電の本社に突撃していったっていうね、なんか突撃してなんかアポが取れなかったみたいな、あなんかまあ一応事前に行くみたいな話は出てたらしいんですけど、うん、なんかちょっと週末に行ってどうすんねんみたいなね、なんかちょっとなんか政治の話もなんか無理やりなんか話題になってもなんかそんな火つかないなって感じはするんですけど、なんかねやっぱね法律違反っていう色が弱いからね、うん、まあそ、まあ、郷原さんとか解説してるから、まあ、いくつかあるんだろうけど、うんうん、まあ、あえて言えばこう電気料金って総括原価だからそのまだその大手は、うんうん、まあ、そこにちょっと組み込まれてるじゃんみたいな、うん、そういう話ですかね、うんうん、なんかまあね、なんか巨大開発事業ってこういう話、こういうとか、こういう巨大開発事業あるときに、フィクサーが暗躍するのって、もう本当なんかこう、うん、昭和からの伝統じゃないですか、まあ、日本社会の。うん、まあ、そういう話なんだろうなと思ってますけど、まあ、それがいいと言ってるわけじゃなくてね。うん、でだから原発特有の話っていうわけじゃないと思いますけど ね、巨大開発事業に付け込む悪いやつができて、うんうん、それをなんか追い払いきれなかったら関連みたいな。うんうん、昔はだからここで最悪欲が対決したわけですよね。つけ込もうとする極左というか、うん、とあとなんかこうそれを破壊しようとする、うん、あのまあなんか右翼というか半分ヤクザみたいな、うん、ヤクザ同士のぶつかり合いみたいなのがあったわけですけどね、うんうん、今はそれがなまあそういう構図にならなくて、うん、まあ飽きなく飲まれちゃったってことなんですかね、うんうん、まあ、わかんないですけど。なんかあれですよね、本当にちょっとこの問題も、まあ、本当におっしゃる通り、本当に森山さんという、ね、人がね、まあ、逆に言うと、ああいう人が全くいないと、まあ、よくも悪くも回らない部分というか、この手のことって、どうしてもその利権調整役みたいな人って、絶対出てきてしまう部分あるんですよね、なんかね。なんかまあ作るときね、うん、まあ、そういうのあったかもしれないけど、うん、作り終わった後も、うん、でずっとっていうのはちょっと異常ですけどね、うん、まあ、そういうの、なんか潰し屋の潰す専門家とかいるじゃないですか。あ、はい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 、そう、だから、ね、そのなんか毒は毒を持って制すみたいな、うん、まあ、そういう、そっち側の人材もいなくなったんでしょうね。うんうん、今回はもう最後の例というか、まあ、昭和のそういう、こう、うん、利権政治の息吹を感じる最後の例になるのかもしれませんね。あのね、森山さん自体も今年の春まで、ね、ご存命で90歳だったということで、もうやっぱりそういう意味ではザ・昭和の世界が。いや、すごいですよね、なんかその、うん、なんか何千万かなんか、うん、送られたから返品したら倍になって帰ってくるとか、うん、なんかこう、なんだろう、もう、なんか、プロですよね。うん、プロだね。いや、本当とにかくね、なぜここまで、ね、関電から金を抜くんじゃなくて、関電にあげたっていうね、もうこれがこの尋常じゃないね、これが果たして何だったのかっていう、まあ、真相がどこまでね、明らかになるのか、まあ、いろんなね、話がもう飛び交っておりますが、まあ、今後ちょっと、マスコミがどこまで迫られるかっていう部分もあって、ちょっとこれから引き続きまた注視していきたいと思います。さて、小泉進次郎さん、もうすっかりですね、もうとうとうテレビまで話題が、セクシー小泉ついに話題になりまして、もう、だんだん話題が周回しておるんですけど、内閣改造で小泉進次郎が悪目立ちして、マスコミも騒がしいのだが、それがために、せっかく野党が統一会派作って規制を上げているのがすっかり霞んでしまっている。この野党の存在感のなさが最も憂うべき日本政治の危機だと思う。まあ、ちょっと野党がね、まあ、まあまあ、一応立憲と国民が会派を組みましたけど、さすがにそれは言い過ぎだと思うよ、うん、今国会やってないから、うん、まあ、始まったばっかだから話題にならなかっただけで、うんうん、まあ、国会がなかったからね、小泉セクシー発言とかも話題になったわけですからね、さすがにそれはちょっと野党にかわいそうかなと思いますけど、
まあしかしあの枝野さんもなんかちょっとなんかあれですね、なんか議長批判だとかなんかまたいろいろあれで波紋を呼んでたんですよね。もうだってもう政権交代して政権交代から10年で政権から落ちて7年か、そうそう、うん、再交代で7年ですか、うん、7年経ってまだそのあの悪夢の民主党みたいなそういう戦略で勝てるって、安倍政権がですね、ちょっと絶望的ですよね、結局だから、あれは、うん、あれ言い続けるのは、やっぱ国民の中に、いや、あの民主党政治時代に逆戻りは嫌だよみたいなのがやっぱあるからじゃないですか、それ一本で勝てるんだなみたいな。だからもう、まあ、もし将来でこの国で再び、まあ、政権交代のような政治が起きるとすると、もうなんか一回もう、あの10年前のことが、かなり周回して世代的に忘れないと多分わからんだろうなっていうね。なんかちょっともうあれですよね、ちょっと確かにこんなになんかだいぶ野党もね世代変わってきましたけど、きましただって玉木さんだってあれ別に今でこそ当初だけどあれ2009年の時点で1期生ですからね、そう新人議員でしたからね。いやだから本当にねえ、まあ、でもあの頃のねやっぱ重鎮が今野党の上にいることは変わらないから、うん、まあ、その理屈であとまあ何年かやっていけ、まあ、10年ぐらいやっていけるのかな、まあ、ってなると結構もう絶望的な気分になりますよね。やっぱ枝野さんなんかね官房長官まで、であれあと経産大臣にやってましたっけ、な今回もなんか、ね、大臣もやってたくせになんかねなんかもう昔のじゃ社会党みたいななんかねなんか批判のために批判してる感じもあってなんか何なんだろうなと思ってなんかちょっとはそのかつて政権で要職ついてたような人たちもなんかポジショントークが過ぎてなんか野党ポジショントークがちょっとあっていうねなんかちょっとあの違和感拭えないですよなんかね、だったらお前やってみろって言われた時にそこでじゃあうちはこうするっていうのをバシッと言えるっていうのがそこが伝わってない。でもまあ雇用保障、なんていうんですかね、縮小金庫だって、うん、その事業モデルが維持された方が守られる議席が多いんだったら、変に攻めるよりそうした方がいいっていうのはまあ合理的ではありますよね、まあそうですね、合理的ではあるんだけどみたいな、ちょっともうちょっとなんかこうこっちとしても選択肢がなさすぎるから頼むよっていう感じになってますけどね、だからまあ N 国とか出てくるわけで、ああそうですよね。いや結局だから、まあ、そこは前三浦瑠麗さんが書いてたけど、本当に何か日本社会のその鬱屈して何か変えるに変えられない、何も変えることはないけどでも何かストレスがあるから、何かだからまあ令和行ったり N 国行ったり、まあ令和はまだねそれなりに今の政治をまっすぐ批判してるつもりなんだろうけど、 N 国なんか別に NHK だって別になんかね何かの政治課題というわけじゃないわけだから、やっぱりなんかそこになんか、行ってしまうエネルギーが行ってしまうっていうのはなんかね、それも本当感じなんか、どうなんだろうって感じますね。あ、そういえば立花さんがなんかちょっとこの放送の出てる頃にはもしかしたら結論出てると思うんですけど、なんか埼玉の補選に出るんじゃないかって話が出てるみたいで、なんかまあね、さすがに勝たないと思うけどね、うん、これだからね、N 国党首が誰なんだろうな。上杉隆史、いやいないじゃん、議員いないから別に議員でやってもいいか、党首そう別に党首だって、それは別に山本太郎さんだって別に令和やってますから、党首は別に立花さんのつまものと思うんですけど、まあなんかしかしいきなり、しかし上杉隆史も落ちたもんよねかつてはメディアの寵児だったのにねそうですね、懐かしいな、10年前そうでしたよ、ね、いや本当にもう残ってる信頼を使い果たしてる感はあるわな、完全になんかもうあれですよね、完全になんかメディアの人というよりは完全にもうなんか中のよくわかんないインサイダーになっちゃって、でもリベラルの人でもなくなったじゃん、うん、なんかもう生きてくってこういうことかっていう楽さを感じますよね生きてくきついな、なんかいや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 本当に、まあ、あんま言ってるとね、でも俺は目つけられるから気をつけなきゃいけないんだけど、でも最近立花さんはもうなんかね誰に噛みつくかはもう PV で決めてますからね、そこで安心だね、これぐらいだと、うん、東国原さんと、マツコさんだったらマツコさんの方が PV 撮れるからみたいな、そういうもう AB テストの決めてらしいんで、いやー、我々みたいな、まあ、もう今や我々なんか相手していただけないですから、まあ、ということでアゴラジオ、まあこれから、まあ、国会も始まりましたんでね、またちょっとまたどんな展開なのか、見ものだと思います。ということでお相手は私アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやでした。お疲れ様です。